ライブでなければできないものっていうのをやっぱり届けたいんですよね、うん、でそれは僕は何て言うかな、心の中にざわめきを起こすことだと思っていて、お客様の心の中もそうだし、アーティストの心の中にも何かざわめき、ときめきを起こすみたいなことかなと思ってるんですね。はい、そのライブっていうのは、まあ、ポップスがすごく分かりやすいです。お客様がね、立って飛び跳ねてっていうそのライブ感ってあるけど、クラシックはそうやし、非常にスタティックではありますが、そこにライブのキャッチボールっていうのができないアーティストは呼ばないですね。呼ばない、まず呼ばない、でだから必ずアーティストを選ぶときに生を聞いてから僕は起用する、お願いするんですが、でそうしないとその人のそのオーラとか、あれ、まあこのホールちっちゃいから音量とかもあります。ピアニストなんかの場合ね、やたらにガンガン弾いてて、なんか大味で、あ、そぐわない、ここにはそぐわないってありますけども、まあそういうのも含めて、まあ、生でできる限り聞いて見て感じて、なんかお誘いをするっていうか、お招きをすると思う。でそういうコンサートは対話だっていうのを面白がってくれるアーティストっていうのが僕の選定基準ですね。アーティストの息遣いから、逆にアーティストからはお客様の息遣いまで聞こえる、非常にライブのリアリティがあるホールです。そこを使って、体中から音楽を発散しているようなアーティストに、なんか渾身のプログラムで演奏してもらってます。心のざわめきを体感しに、ぜひ突破ホールにお越しください。お待ちしてます。